皆さん、こんにちは。田中一平です。大河ドラマ、どうする家康の解説編。今回は第10話ですね。側室でどうするというテーマだったわけですね。で、最初はですね、おいおいおい、30分も側室の話かよ、みたいな感じですね。ありゃ、これは喋ることないかな、というふうに思ったんですけども。いや、これね、よくよく考えると、なんか、あ、なるほど。この回がなんで必要かっていうのが多分後で分かってくるんだなっていうちょっと感じになってきたので、まあ、解説しながらですけどね。まあなんかちょっと今回の回の意味みたいなのも少し説明しながらいきたいと思いますけどね。で、まあ、側室を選ぶっていうことで、まあなんかいろんな女性が出てきてましたけどね。で、最終的に、まあ、要は、岡崎で、まあ、なんですかね、下働きをやってたおようという、まあ、女性ですね。まあ、これを、まあ、要は、側室にっていうことなんですけどね。で、これがまあ、簡単に言うと、なんていうんですかね、史実で言うと、西の郡の局というふうに呼ばれる、まあ、女性ですね。はい。で、まあ、ドラマの中でも描写がありましたけども、まあ、家康の娘を、まあ、儲けるということですね。これが、まあ、徳姫とかって呼ばれる。で、実名は、まあ、一応、フーという、まあ、名前が、まあ、これをドラマでの描写がありましたけれども、家康の次女にあたる、まあ、三人目の女の子という、まあ、三人目の子供ってことですね。で、後のですね、北条氏直ですね、北条氏の五代目。これの、まあ、正室として嫁いでいます。で、氏直との間に二人、女の子を産んでいますが、まあ、北条氏が豊臣秀吉と、まあ、最終的に政治的に対立して、まあ、小田原征伐っていう形で滅亡に至るわけですけれど、徳姫は、いや僕ちょっと最初、なんかこれ誤解してたんですけど、離縁させられたというふうに思ってたんですけど、ですね、どうも、氏直と一緒に高野山に、まあ、要は流される。で、これはまあ、家康がですね、まあ、氏直だけは助けてほしいという、まあ、意向に、多分、秀吉がこれが、まあ、それを受け入れたものだと思われるんですけど、で、その後、氏直が高野山でこれ、病没するんで、しかも、そのすぐ亡くなるんですね、1591年に。なので、亡くなったんで、まあ、徳姫はお父さん、家康のもとに戻りますと、まあ、いうことですね。で、まあ、どうもなんか、これは、その、戻ったすぐ直後からもう縁談みたいな話があったみたいで、1594年に、秀吉が間を取り持つ形でですね、後の姫路城主になります。で、岡山藩池田家の、まあ、藩祖と言ってもいい、池田輝政ですね。まあ、この人に、まあ、再び嫁ぐということで。で、この輝政と、まあ、非常になんか夫婦関係が良かったみたいで、7人子供を設けています。で、まあ、簡単に言うと、その子孫が、まあ、簡単に言うと池田家っていう形で、こう、残っていくっていうことになるんですけど、で、この徳姫っていうのは一応その生没年がまあ1565年というふうに言われている。まあ永禄8年ってことなんですけど、まあ一説もあってですね、もっと後なんじゃないかっていう説も一応あります。天正3年なんじゃないか。1575年っていう説もあるんですけど、まあちょっとここら辺は、どうなんでしょうね。ただ、氏直のその娘を二人、産んでるんで、まあ、多分1565年説が正しいんじゃないかなというふうに思うんですけれど。はい。で、まあ、それは置いとくとして、まあ、その西の郡の局が、まあ、一応、鵜殿の一族だっていう、まあ、描写になってました。で、正確には、鵜殿の養子なんですね、実は。で、しかも、その鵜殿長照とかとはあまり関係のないですね、鵜殿の、まあ、本流ではなくて支流。で、それの、まあ、娘という。で、まあ、その支流の鵜殿は、まあ、簡単に言うとその家康に付き従った。まあ、だから長照は滅ぼされましたよね。まあ、これはドラマでも描写がありましたけど。ということで、まあ、その、お葉の、まあ、要は鵜殿家は、まあ、家康に従ってたと。で、まあ、いうことで、まあ、側室になると、まあ、いうことですけどね。まあ、なんか、ね、なんか男らしく、まあ演じてるんだけど、すごい気が利く女性で、みたいな、こう、描写になっていってね。まあ、だん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 、その、まあ、家康との心が通い合って、まあ、妊娠出産っていう形になるんですけどね。その男らしく、まあ、描くっていうのが、まあ、その結局ね、
女はやっぱ子供を産まなきゃいけないっていう、まあ、この当時のまあ考え方に基づくもので、まあ、だからその元気な男らしい方がいいんじゃないかっていうことだったと思うんですけど、で、まずその今回その側室に描写を当てて、まあ、30分ほどかなりがっつり描いたっていうのが、まあ、これはですね、実は戦国時代の、まあ、その家っていうものについてですね、戦国の研究の一人者で黒田基樹さんという研究者がいらっしゃるんですね。駿河台大学の法学部の先生なんですけど、で、このですね、黒田基樹さんっていうのが、去年の10月にですね、家康の正妻築山殿という本を平凡写真集から出しているんですね。で、それから、この黒田基樹さんがですね、で、それ以前にも、その女性にこう焦点を当てたですね、本を何冊か出しているんですね。例えばですね、2020年の3月ですから、まあ、ちょうど3年ぐらい前ですかね、に、北条氏康の妻で瑞慶院という、まあ、こういう女性がいるんですね。これ今川氏親の娘にあたるんですけども、で、まあ、この人の生涯を、こう、平凡写真集かな。こういう本を表しています。これ、いずれも黒田さんの本なんですけど、で、この黒田さんがですね、その瑞慶院っていうのを描く。で、それから、2年前かな。2年前にですね、今川氏親の妻で、寿桂尼と呼ばれる女性ですね。まあ、今回のドラマでは全然ちょっと描写がないんで、へえと思ってるんですけど、なんか今川をあんだけクローズアップするのに寿桂尼は描かないんだ、とかちょっと思ってるんですけどね。で、その寿桂尼と瑞慶院っていう、まあ、二人の、まあ、要は女性ですね。で、しかもその家の中でかなり存在感があった。で、特にこの寿桂尼っていうのは、今川氏真を実はフォローしてですね、まあ、事実上の今川家の家長だった時期もあったんじゃないかみたいなふうに言われてる女性なんですけども、で、この二つの著作の中でですね、黒田さんっていうのが、その正妻っていうのの役割、つまり正室ですね。まあ、要は、今回のどうする家康で言うと、まあ、瀬名ですね。有村架純さん演じる瀬名が、正室としてどんな役割を果たさなきゃいけないのかっていうことについてですね、その戦国時代の正妻は実はこんな感じなんだみたいな。で、まあ、描かれてましたよね。その、要は、まあ、最初はその松嶋菜々子さんが演じる於大。これが、まあ、要は、子供をもっと作りなさいと。だから側室をっていうので、で、まあ、結局、瀬名が、まあ、その側室選びに私も関わらせてくださいって言ったのに対して、まあ、その、於大がもちろん、みたいな感じでいたんですけど、あれは黒田さんの実は研究によるものなんですね。つまり、正妻の許可なく側室は持てない。まあ、というか、もっと正確に言うと、正妻の許可なく側室を持って、まあ、子供を産ませると大変なことになるよっていう。のが、これ、黒田さんの研究なんですね。で、もう少し言うと、側室っていうのは、正室の部下なんだっていうのが、まあ、黒田さんの主張なんですね。で、だから、その部下の管理っていうのは、まあ、当然ね、上司が行わなきゃいけないから、だから、その正妻の許可なく、勝手に愛人を作るとかっていうのはいかんと、いうことなんですね。で、多分、これはですね、年配の方で、1983年の大河ドラマが山岡宗八の徳川家康なんですけれども、で、多分これをご覧になっている方とか、まあなんかいろんな形でね、例えばその DVD とかなんかで見られるんだと思うんですけども、あとその小説のね、山岡宗八の徳川家康、これをお読みになった方はお分かりいただけると思うんですけど、この後、まあ家康っていうのは、まあいろいろこう、側室を作っていくんですけど、で、その側室の一人にですね、長勝院と呼ばれる女性がいるんですね。長いに勝の院って書いて長勝院というふうに言うんですけども、で、この長勝院っていうのはですね、まあ分かりやすく言うと、後の結城秀康ですね。越前松平家の藩祖となる結城秀康の、まあ、お母さんであたるんですけども、で、まあ一般的にはおまんとかっていうのかな。で、そのおまんの方ですね。この人が、実はですね、まあ、瀬名ですね。築山殿の許可をなく、まあ、側室となり、子供を設けたっていうことで、結構その、おまんの方が、まあ、浜松からこう追い出されたみたいな、まあ、そういうような、まあ、記録っていうのが、こう、実は、まあ、あるんですね。で、まあ、多分そこら辺の話に、こう、つなげていきたいのかなっていうのが、まあ、一つと、ここから先は私の推測です。で、ちなみに、その推測が当たってるかどうかは、今後、まあ、その、どうする家康が進展していく中で、ちょっと皆さんと一緒に、まあ、確認をしたいな、というふうには思うんですけれど、まあ、前々から言ってる通り、これ前半、最大の、まあ、やっぱり、
テーマっていうのは、築山殿が最終的にこう亡くなる。で、そして多分信康も殺されるというところっていうのが、まあ、描かれることになると思うんですけど、結局、最終的に家康と築山殿の関係っていうのが破綻する一つの背景がですね、信康の妻になる徳姫。まあ、これ信長の娘なんですけども、この徳姫と、まあ、信康の関係っていうのがこう悪くなるっていうのは一つ、まああるわけです。で、じゃあなんで信康と徳姫の関係が悪くなるかっていうと、まあ信康がこの側室を設けて、でまあそっちにっていう形なんですね。で、まあ山岡宗八の徳川家康なんかだとそこら辺を、まあ信康は徳姫との間に娘が二人いるんですけど、まあ結局男の子が生まれなかったってことですよね。で、それでなんかその女腹だみたいな、まあ要は女性しか生まないぞ、女の子しか生まないぞっていうようなことで、なんだろう、徳姫に対する愛情っていうのが、こう、薄れていったと。で、その愛情が薄れていくっていう中で、まあ、側室をっていう。で、ここから先が僕の推測なんですけど、多分、その側室選びに、瀬名が多分関わるんじゃないかなと僕は思っていて。で、しかも、それで織田家とちょっとトラブルになるんじゃないかなと、個人的にはちょっと思ったんですね。いや、で、何かっていうと、で、これはまあ、もう一つ、その、黒田さんの研究であるんですけど、この正室がなんで選ぶか、その側室をっていう、まあ結構ね、我々からすると、っていう話じゃないですか。でね、なんでそれをするかっていうと、家ごとの調整っていう、まあ家ごとの調整ってのは何かっていうと、松平元康、まあ今家康になってますけど、元康と瀬名の結婚っていうのは、松平家と、まあ、関口家の結婚なんですよね。まあ、もちろん関口家といってももう事実上今川家の一門っていう扱いになってるわけですけど、で、それは、まあ、やっぱり、この時代の武士の家の結婚っていうのは基本もやっぱ政略結婚っていう要素があるわけですよね。つまり、今川義元からすると、三河の国衆松平を今川のもとに留めておきたいから、まあ、一族の娘である瀬名っていうのを元康に嫁がせるわけですね。で、そうすると、その両者の関係、例えばその瀬名と家康の関係が悪くなるってことは、これ松平と今川の関係にひびが入るっていう理解になるわけですよ。だから、それはもう当然困るわけじゃないですか。それは松平も困るし、今川も困るんで、だからその側室を選ぶときも、その瀬名が選んだ女性であれば、まあ、いいだろう。つまりそこで調整するわけですよね、簡単には。実は、まあ、その、もう瀬名に、例えば子供、まあちょっと適当に言いますけど、瀬名に子供がもうできないので、まあ、松平としては、さらに子供を作る必要があるから、まあ、例えば側室を迎えるんだ。で、その側室を選ぶ際には、まあ、瀬名が選んでるからっていうふうに説明すれば、一応その今川とか関口家とも調整がついたってことになるんですよね。で、ところが、まあ、今回のドラマでは、まあ、そういう調整はしてないんですよね。で、それはなんでかっていうと、まあ、瀬名が簡単に言えば実家と切れてるからなんですよ。もう要は、瀬名はちょっと特殊なわけですよね。要は、今川と松平がもう対立しちゃってますから、まあ、だから、瀬名っていうのは、まあ、身一つで、今、松平にいるっていう理解になるわけですね。まあ、身一つでももちろん子供は二人いるんですけど。で、そこら辺が、多分、まあ、瀬名は今回経験してないわけですよね。だから、初の側室選びなんだけど、そういう家の調整とか必要ない。で、今後も家康に、例えば側室ができても、調整は必要ないわけですよ。なんでかっていうと、瀬名が基本的には正妻だから。で、瀬名は実家と切れてるから。調整する必要がないところで、多分ね、その、まあ、要は信康の側室を選ぶときに、徳姫の了解は取るけど、例えば信長とかの了解を取らないっていうような、もしかしたら描き方をするんじゃないかな、というふうに、個人的にはまあ、こういうことになるんじゃないかな、と思って見てましたね。まあ、あとは、どうなんですかね。まあ、その脚本の中で西野氷の局っていうのが、その、まあ、同性愛者ですと。まあ、だから、もうこれ以上側室の仕事はできませんというのが、まあ、古沢良太さんなんでね、まあ、どちらかっていうと、その、なんだろう、社会に結構問いかけをするような脚本を書く、まあ、脚本家だっていうこともあるんで、まあ、その LGBT の問題なんかが、こう、今、日本社会がね、まあ、大きな問題になってるっていうか、まあ、政治家たちが全然そういうのにもう遅れてるっていうのは実態だっていう理解でいいと思うんですけど、まあ、そういうのがあるんで、
まあちょっとあそこで、まあ多分ちょっとそういうのもあって出したのかなとか個人的には思う。で、あとはその、結局徳姫っていうのが、一人しか子供を産んでない。まあ、だからそこら辺の多分整合性を取らなきゃいけないっていうことなんでしょうね。まあ、要は子供たくさん産めそうな女性だって言って選んで、まあ、とりあえず一人目を産んだ。けど、まあ、その後、まあ、徳姫や、これ家康の間に子供いないわけですね。これは事実だから。じゃあ何かあったんだなっていうところで、その何かあったを、まあ、要はね、同性愛で、まあ、要は男性に愛されるのが辛い。まあ、吐き気がするみたいなことを言ってましたけどね。まあ、そういうような形で、まあ、描いてたわけですけど、西の郡の局が同性愛だったかどうかっていうことについては、資料はないです。だからまあ、あそこは創作だと思うんですけど、戦国時代ってその男性同士の同性愛も普通にあるし、まあ女性同士の同性愛っていうのもこれ普通にあるんですね。まあだから多分そこら辺は、なんだろう、その LGBT っていうのが、なんだろう、つい最近出てきたね。そのなんか、わがまま言う人間がいるんだみたいな感じの、まあそんなこと当然ありえないわけですよねっていうところを多分、まあ古沢良太さんとしては、ちょっと、まあなんだろう、社会に対するこう投げかけとして描いたのかなというふうに、まあこれはちょっと僕の想像ですけれど、まあそういうふうに思いましたね。で、あとは、そうですね。個人的にはちょっとなんか、まあ前回まで三河一揆が描写されてたわけですけど、で、それが終わって、なんかちょっと三河が平和になってきたみたいな中で、なんかのんびり側室を選んでたみたいな、ちょっとそういうような描写に個人的には映ったんですけど、なんかちょっとそれは違うかなっていうのが個人的にはあって、一応その1500、まあ確かに64年の段階で、まあ三河の一揆を治めた後も、実は東三河の、まあその戸田とか、まあ、西郷っていう豪族を抱き込みながら、まあ、これ、今川と戦ってるんですよね。で、そこら辺を、まあ、なんかあんまり描いてないなっていうのは、ちょっと個人的には、まあ、不満ですね。なんかもうちょっとそこは描写してもよかったんじゃないかなっていうのが、まあ、一つ。ありますね。三河ね、実はこれ、統一したのは1566年、永禄9年なんで、前回がその永禄8年までの描写でしたから、まあなんかね、もうちょっとね、なんか三河はもう家康のものになるのは当然ですみたいな描き方で、で、まあ次回がね、まあなんか、とうとうみたいね、攻め込んでいくんじゃないかなっていうような描写になってたんでね、ちょっとなんかその三河の平定については、まあ描きどころがないっていうのはあるんだと思うんですけど、なんかのんびり側室を選んでるような状況では実はない。っていうのが、まあ、実態なんですけど、まあ、ちょっとそこら辺は、まあ、描写をカットしたのかな、というところがありますね。で、あとはですね、まあ、もう一つが、その、飯尾連龍ですね。今回は、まあ、この人に、まあ、もうちょっと描くのかなと思ったんですけど、まあ、なんか、まあまあ、こんなもんかな、と思ったんですけど、遠江引間城主ですね。飯尾連龍という、まあ、これ国衆なんですけど、で、この人がですね、まあ現在の浜松城ですね、当時引間城とかって言ったりするんですけど、で、この地域を、まあ、の今川の命令で治めてるんですけど、で、この人がですね、家康に内通するんですね。で、まあそこら辺はちょっとなんか、ドラマの中ではね、なんか、飯尾連龍は自分は今川と松平の架け橋になりたいみたいなことを言ってましたけど、これは事実ではないですね。明らかにもう内通してます。1563年、永禄6年の段階で、実は、まあ、今川方から離反して、まあ、実は、引間城に立てこもったりとか、こうしてるんですね、飯尾方は。なので、実はですね、その、まあ、あれは、結局、このドラマが、まあ、今川をある程度肯定的に描いてるわけですよね。その、野村萬斎さん演じた今川義元のもとで、まあ、家康、まあ、元康ですけどね、当時はね。それから瀬名。まあ、これが幸せな家庭を築いてたと。で、それから、まあ、今回で言うと、飯尾連龍と、北香那さん演じる、田鶴ですか。田鶴の方ですね。田んぼに鶴って書いて、田鶴って言うんですけども。まあ、これも、まあ、幸せな夫婦生活を送ってて、まあ、しかもその4人っていうのは、まあ、要は駿府で、顔なじみだっていう設定ですよね。で、まあ、特にね、その田鶴と瀬名っていうのは一応一族
扱いみたいな感じになってたわけですけど、それが結局、まあね、その、桶狭間以降、だん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 崩れていく。だからまあ今回第10話ではその、まあ家康と瀬名の間も、まあその側室っていうのが、まあ要は母親に言われてっていう形でしたけど、できて、で、その側室が子供を産む。まあ、セナとしては、正司祭の務めとして、まあ、その側室に臨機は焼かず、むしろその側室の管理をしなきゃいけない。これが、ま、正祭としての役割、正室としての役割で。けども、まあ、家康の、まあ、なんだろうな、愛を独占できないというかな。まあ、だから、うまくドラマでは描写してましたよね。生まれた女の子をみんなが可愛がる中、こう寂しそうにしてるセナみたいなね。まあいう感じで、こうちょっと夫婦の間に、まあ今までとは違うような関係ができてきてる。で、しかも、まあ結局その側室がね、まあ要は側室としての務めを、まあ辞退するって言った時に、まあなんか瀬名としてはその話を家康から聞いて、残念ですねみたいな言い方はするけど、なんかちょっとほっとしたみたいな。まあ要はだからやっぱり、なんですかね、複雑な思いを掲げてたわけですよね。けどそれは、家康には言えないっていうね。まあ言わないで、彼女のお腹の中、胸の中に留めておくっていうようなやり方をとってましたよね。だからその、駿府の頃の夫婦関係とはちょっと変わってきてるよね。で、今回その大きくやっぱ夫婦関係が変わったのが、その家を連立つと、まあ多数の方の関係ですよね。だから連立つはその家康に関して、いや、宇土の長照を、家康が撃ったことについて、まあだから、それが結局ね、田津の実家の話ですから、まあ、もっとやす、家康が聞くわけですね。要は、僕のことを恨んでるんじゃないのか、みたいな。で、そういうところに裏切ってきて大丈夫なのか、みたいな話をしたときに、いや、大丈夫なんだと。戦国の世の習いで、そのことは田津もよくわかってるはずだ、みたいな感じふうに、夫の側は言うけど、まあ要は結局最後ね、飯尾連達が無法を起こしたっていうのが、まあ結局今川方にこう、まあ伝わってっていう。あれはまあだから結局多分田津としては、なんで家康、私の実家を攻撃して滅ぼしたその家康と手を組むのよ、みたいな形で多分密告したっていう描き方にしてて、まあなんていうんですかね、その駿河の頃は幸せだった夫婦の家庭、夫婦のまあね、関係が壊れていくみたいな。まあだからこれが第11話に武田信玄と、まあ、家康ですね。これが今川領に攻撃をかけることによって、で、なんかちょっと描写がありましたよね。まあ、駿府が燃えてるみたいな、そう、描写がありましたけど、まあ、その繁栄を極めた今川が崩壊していく。まあ、それは、若き日の家康とか瀬名とか、まあ、それから田津の方なんかも、まあ、その、良かった時代っていうのがなくなっていくみたいな、まあ、なんかそういうような、こう、描写で多分描いていくから、あんまりその今川のことを、まあ悪く書けないっていうのはあるんでしょうけど、一応ちょっとあれを解説しますと、飯尾連達はその1563年の年末に、まあ実は早々に今川氏を裏切った後ですね、これずっと戦争になってるんですよ、実は今川方と。で、ところが、その1564年ですね、に、まあ一応その氏真とですね、飯尾連達が一応講和するんですね。で、連達は、まあその氏真に対して、まあすいませんでしたと。で、連達の方を氏真も許して、その後ですね、挨拶に来いよみたいな感じになるんですよ。で、実はその挨拶に連達が行ったら、氏真が連達を謀殺したっていう一応、まあ、形になるんですよね。うん。で、これがですね、研究の世界で遠州衝撃とかですね、遠州錯乱と呼ばれる、その今川氏真に対する、大遠見国衆たちの、無本っていう。うん。で、まあ、ちなみにこれちょっと余計な話なんですけど、女城主直虎という、大河ドラマが2017年に行われたと、2017年に、まあ、放映されましたけど、で、あの時はいい氏ですよね。いい家が、まあ、主題だったわけですけど、この遠州錯乱、遠州衝撃の唇を切ったのはですね、まあ、遠江飯野屋の国衆だった井伊直親なんじゃないかっていう、まあ、これ研究があるんですね。まあ、ただ、この、ちょっと、井伊直親が本当に謀反を起こしたかどうかについては、まあ、ちょっと研究者によっては疑問をつける、まあ、そういう向きもあるんですけど、で、その直親が殺された後、まあ、女城主、その直虎っていうのが、まあ、一応出てくる。
ていうことなんですね。で、まあ、その女上司直虎から、まあ、有名な井伊直政に、まあ、井伊家の家督は継がれていくっていうことになるんですけど、実はその、まあ、どうなんでしょう。女上司直虎をご覧になってた方もいらっしゃるのかわかりませんけれど、その井伊直親が殺される、まあ、その直虎の義理の兄弟っていう位置づけだと思うんですけど、それがなんで殺されるかっていうことで言うと、それは、まあ、この遠州騒乱、遠州騒撃とかっていう、遠州騒撃、遠州錯乱という形で、今川方にまあ、謀反を起こす、そういう国衆たちが結構こう、出てきた、頻繁出てきたっていうこともあって、まあ、それに対して今川氏真が、まあ、強硬な態度を取ったと、まあ、いうところがあります。はい。まあ、だからですね、ここら辺があるんで、今川は、その、例えば、三河一揆が起こった時に、家康の三河を攻撃するとかっていうことがなかなかできなかったっていうことなんですね。うん、はい。だからこの、ね、やっぱね、この、実はもう少し遠州騒撃、遠州錯乱っていうのは描いてほしかったなとかって思うんですけど、まあ、あんまりその今川を悪く描きたくないっていうことなんでしょうね。要は、その、今川を悪く描いちゃうと、まあ多分、その、先ほども喋りました、その11話で描きたい、まあね、元康とか、瀬名にとっていい時代だった、その、駿河今川の繁栄の崩壊っていうのが、こうちょっと弱くなっちゃうから、まあ多分それはちょっと描かないっていう方向性だったと思うんですね。はい。まあっていうことがありました。うん。あと、まあ気になった点としては2点あって、1点はですね、まあ信長の動きですね。まあちなみに井下藤吉郎がですね、まさかそのお市が結婚したってことだけ伝えに、まあ三河まで来るほど彼も暇ではないんで、まああれはもう完全な創作ですけどね。まあまあ、とりあえず、その、秀吉とね、まあ家康を絡めておこうってことですね。まあこれはもう多分秋以降の話になるんでしょうけど、その、秀吉とその家康ってのはまあライバル関係になりますから、まあそこら辺をちょっと早い段階から関係を作っておこうっていうことだと思うんですけど、まあやっぱりその足利義輝が殺害されたっていう話はまあその、なんていうんですかね、何気ない一コマであっても、ああやっぱ入れるんだなというところですね。うん。でね、これなんでこれを義輝の話を書くかっていうとですね、まあ、この後信長が義輝の弟の義昭を報じて上洛するっていう話は多分知ってると思うんですけど、で、そのね、義昭が将軍になった後に、家康はですね、これ義昭からですね、まあ、官職もらうんですね。まあ、左京大夫っていう、官職をもらうんですけども、で、多分その、左京大夫っていうのを任命されることで、まあ、要は、なんだろう。足利義昭の下で、信長も家康も、その義昭を支える大名っていう位置づけになって、まあ一応対等な同盟関係っていうような形になるんですけど、多分それを、まあ平山優さんとかがいますからね、まあ書くんじゃないかなと思うんですよ。だからまあ、義昭の話はやっぱり急に出すとっていう話があるので、まあちょっととりあえず義輝が殺されたと、まあいう話をちょっと入れたのかなというのが一つですね。うん。もう一つは、まあ当然ね、まあその武田信玄っていうのをこう出してきたかっていう感じになるんですけど、で、なんか、あんまり武田家の内部については、まあ描かないかっていう感じでしたけどね。いや、何が言いたいかっていうと、なんか武田信玄、その暇そうにしてるじゃないですか。なんかまあ、なんていうんですかね。まあ前回の描写だとなんかね、金使ってちょっと今川の家臣に調略しろみたいなこと言ってますけど、で、なんか、いかにもその今川家、分裂する今川家と、ね、なんか、信玄のもとに一致団結する武田家みたいな感じになってますけどね。実はもうこの頃、1565年、この頃から、武田信玄とですね、武田義信の関係がこう悪くなりつつあるんですよ。まあ、これ有名な義信事件ってやつですけど、武田義信っていうのは、信玄の、嫡男ですね。で、お母さんが、三条の方っていう、まあ、信玄の正室なんですけど、で、妻が今川義元の娘なんですね。霊昇院という女性なんですけど、で、しかもその霊昇院との間に、まあ、女の子が一人いるんですね。で、要は、妻が今川義元の娘、つまり氏真と兄弟なんで、まあ、この武田義信はですね、まあ、やっぱり今川との同盟っていうのを大事にする。どちらかというと、新今川派の武田の代表格みたいな感じなんですけど、一方でまあ、信玄は、まあもうちょっと今川氏真、やっぱりどうなんだ。とうとうなんかぐらついてるぞみたいな感じで、まあなんか、海を、駿河を、みたいな感じになってましたけど、まあそこら辺の実は
武田家内部でごたごたがあって、つまり、まあ今川家内部もごたごたしてるんですけど、実はその武田の内部もごたごたしてんだよねっていうあたりは、まあとりあえず描かないんだなっていうところですね。まあそれはちょっと、まあ、平山優さんが入ってるんで、まあ正直どうは描くのかなと思いつつ、なんか、まあ、武田義信をちょっと出すっていうのもさすがに、とは思ったんですけど、なんか、一言ぐらい触れないのかなとかっていうふうに思ったんですけど、ちなみにその武田義信がですね、最終的に、まあ、その、寺に幽閉されるのがですね、これ永禄8年の10月なんで、実は今回だから永禄8年が大体時期ですから、なんかもうちょっと描いてもよかったんじゃないかなとかっていうふうに思うんですけど、まあそこら辺の描写はありませんでしたね。で、まあ次回への展望っていうことなんですけど、まあ結局次回は多分その引間城の戦いを描くことになるんですね。まあ要は、殺された飯尾連龍の妻、龍の方ですね。まあ北香那さんが演じてますけれど、まあ北香那さんあれですね、2年連続大河ドラマ出演ですよね。頼家の奥さんかなをやってたらと思うんですけど。で、まあ今回は龍の方でまた出演っていうことなんですけど、まあね、まあ演技がすごい上手いなっていう印象はありますけど、で、この引間城を、まあ、家康が、まあ、当然攻撃をかけるわけですね。まあ、で、龍の方は、その引間城で、これ実は討ち死にするっていう多分設定になってる。で、だからこれ結局、やっぱりそのね、若い頃は、まあ、瀬名も含めて、まあ、多分顔なじみだった。まあ、その両者が結局戦争によって衝突しなきゃいけない。で、しかもその武田によって、まあ、ね、今川の本拠だった駿河もなんか焼かれるみたいなこう描写がありました。まあその本当に幼少期を過ごしたね、まあ駿府っていうのがダメになっていく。で、しかもその駿府で、まあなんだろう、顔なじみで仲良く過ごしてた、その龍と、まあ家康っていうのが結局敵対するという形で、で、最後龍は、まあこれ討ち死にするんですよね。で、そこら辺を描写しながら、なんていうのかな、そのもう若き日の、あの頃の生活は戻ってこないぞみたいな、多分まあなんかそういう描写を、まあ、しようとしてるのかなっていうふうに、まあ僕はそういうふうに見えました。まあというところですかね。まあちょっと前半が終わって、ここからはね、三河の外での話っていうのが中心になってきそうなんで、まあますますね、その阿部寛演じる武田信玄と、まあ、家康ですね。まあ、これはもう苦戦させられますからね。まあ、こっから先ちょっとまたドキドキハラハラっていう形にはなりますけれど、まあ、そこら辺に着目しながら、また次回以降見ていきたいなというふうに思いますね。はい。最後までご視聴いただきありがとうございました。